はい、皆さんこんにちは。イマジョン実践経営大学の藤井です。今日も実践経営大学で学んでいきましょう。今日はですね、ついに実現しました新庄剛志日本ハム監督就任で考えるプロ野球監督の役割と、こんなお話をしたいと思います。まあ、この、ね、数日はこの新庄監督が誕生したということで、ニュース番組、それからまあ、いろんな、ね、番組に取り上げられて、まあ、それだけでも、ね、もう宣伝効果は抜群じゃないかなと思いますけども、まあ、ド派手な、ね、まあ、新庄らしいっちゃ新庄さんらしいんだけど、こういうのね、すごい襟 のこれ、ね、注目されましたね。あれはここ映ってませんけども、足元は、ね、右と左が違う長さのズボンを履かれたりとか、これはイギリス製の 100% ね、ウールのスーツ、まあ、いろんなことが話題を振りまいてましたけども、まあ、記者会見でもね、優勝を目指さないと、言ったようなね、ちょっと普通の監督だったら言わないような、まあ、新庄だったら許されるなみたいな、発言も多くてですね、ちょっとびっくりされた方もいらっしゃると思いますけども、まあ、私はですね、非常に新鮮味も感じましたし、好意的な声が多いですね。まあ、その中でちょっとですね、じゃあ今プロ野球のチームの経営状況はどうかってことも少し考えてみたいと思います。こちらはですね、今のですね、横浜ベイスターズ、これ私横浜地元なんですけども、それからタイガースからね、ずっと広島カープ、等々ですね、これコロナ前なんですけども、まあコロナも除外入ってるのかな、少しね、でもまあコロナ前ですね、コロナ前の時ですけども、この時リーグで出て、楽天だけが少しですね、赤字だったと、こんな状況ですね。まあその後はですね、ちょっとコロナでなってしまいましたから、まあ、観客数、これも制限されましたが、当然ですね、まあ、かなり痛手があったということなんですね。ところがですね、じゃあ以前はどうだったかというと、まあ、こういう状況なんですね。30年ほどまでまでね、もう多くの球団が赤字ですね。じゃあどうしてやってたかというと、どちらかというとですね、まあ、どん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 経済も良かったということもありますけれども、いろんな大きな企業がね、ある意味で、まあ、なんですかね、宣伝効果もあって、あるいはヤクルトみたいにね、毎日ヤクルトレディーが、ね、あるいはヤクルトスタッフが、今ヤクルトスタッフというんですかね、レディーじゃなくてスタッフというんですかね、が全国回るときにね、ヤクルトを勝った負けたみたいなときにね、社員のモチベーションになるんじゃないかと、いったことでですね、球団を持ったりとか、まあ、いろんな赤字でもですね、いいんだということで、そういう球団が多かったそうです。まあ、ところがね、まあそうは言ってられなくなってきて、社会人野球もだいぶ廃部になりましたけどね、プロ野球もね、まあ、できたら黒字にしなきゃいけないということで、最近はもう黒字努力をしてということになります。まあ、ただしね、一方じゃあ本当の経営のプロが経営をやってるかっていうと、そうでもなくて、まだまだね、10年ぐらい前までは、そうですね、財務諸表とか、そういうことに関してもあまりですね、お得意じゃなかったっていう方が、まあ、経営者やってたってケースも少なくなかったと、いうことをですね、まあ、この業界に詳しい方から、まあ、誰とは言いませんけどもお聞きしたことがあります。そうした中でですね、2011年のもうようやくですね、これからね、今度ね、セパの優勝が決まりまして、この日本リーグになりますけども、ヤクルトが優勝ということですね。まあ、阪神惜しかったですね。今年は優勝かと思ったんですけど、最後はやっぱりヤクルトが優勝しました。そしてですね、オリックス、これも久しぶりにですね、オリックスが優勝してと、いったことになってますね。こういうことになってるんですが、これから先はですね、ちょっと、お話したい内容なんです。まあ、これは結果ね。じゃあプロ野球の監督の役割って何かってね、成果が出ないと当然ですね、まあ、少し退任したりとかね、結果責任も負うわけですけども、成果領域を少し考えてみたいと思います。例えばね、新庄はびっくりするよね、私はチームの優勝を目指しませんと。ただし9月ぐらいになってね、もし、それに絡めてたら優勝を目指しますと。そうじゃないと優勝を目指しちゃうと、どうしてもですね、まあ、地道な努力がなくなるからという、まあ、まあ非常にね、まともなことをおっしゃってましたけども、ただ、まあ、一般的にはね、優勝を目指しますって言ってね、なる監督多いですね。でウェイトが例えば 40% としましょう。これはね、なんでウェイトかっていうのを後ほどご紹介します。それから役割に勝率を高める、
ね、優勝だけじゃなくてね、まあ、今まで B クラスだったのが A クラスにしてっていうんで勝率を高める、これもあるでしょうね。それから作戦の指示の、ね、成功率を高める、まあこれはですね、いろんなあのこともありまして、監督もやっぱり査定されてると思いますね。どのくらい盗塁成功させたとかね、チャンスの時のね、はどうだったとか、いろんなことがあると思います。これに対して成功率を高めるといったことはあります。これもウエイトあるでしょうね。そして選手とかコーチ、トレーナーを育成するという役割もあるでしょうね。チーム運営の戦略を、まあ、策定したりとか、役割の優秀な選手を獲得すると、まあ、ドラフトこの間ありましたけどね、それ以外にも他のチームから獲得すると、こういうこともあるでしょうね。それからチームの人気を高めるということで、観客動員数だとか、あるいはですね、グッズの売れ行きはどうだとか、まあね、SNS でどのくらい、ね、最近でのつぶやかれたとか、こんなことも全て含めて、まあ、プロ野球の役割じゃないかなと思います。そしてですね、この役割に関しては当然ですけども、球団によって違います。もう優勝がね、もう当たり前っていうふうにされている球団、そして財務状況がね、いいような球団に関しては、当然ですね、このチームを優勝させると、いったことが一番ウエイトはここに書いてあるようにね、高くなるでしょうと。ところがね、今年はですね、実は日本ハムですね、まあ、赤字だったのか、もうギリギリなんですね。そういう状況の中ではやっぱり観客動員数ですね、前ね、大リーグから帰っていた時に新庄がね、もう奇抜な格好をしたりとか、いろんな形でオートバイで登場したりとかね、観客がね、非常に増えたと、ということを狙って、そして球団を黒字にすると言ったこともね、非常に大きな役割なんです。というか考えた時にね、プロ野球、ね、監督の役割っていうのはもういろいろあるってことを本来意識しなくちゃいけない、というふうに思います。ということで今日のまとめをしたいと思います。プロ野球の、ね、監督はね、もう勝てばいいではもう不十分だと、もうそういう時代だと思います。そしてですね、ファンを増やすってことももう重要な役割で、当然プロ野球ですから人気を高めるのは重要ですね。新庄新監督の優勝を目指すはね、まあ、今流の監督で、ぜひね、盛り上がってほしいと、こんなふうに思います。ということで今日はですね、私もすごい、面白くなってきたなと思ってね、期待しています。来季のね、プロ野球で本当に楽しみが増えたな。今年は大谷、ね、翔平さんがすごく大活躍して、これも楽しかったですけどね、今度も日本も盛り上げていただきたいという、まあ、そういうね、気持ちを込めて今日は、新庄日本ハム監督就任で考える、プロ野球監督の役割と、こんなお話をしました。まあ、こうしたね、ニュースになっていることを少し経営学で整理したりとか、企業事例、ニュースなどのコメント、その他いろいろね、情報発信していきますんで、ぜひ一緒に学びましょう。よかったらチャンネル登録お願いします。今日もご清聴ありがとうございました。